イタリアセリエ A のサンプドリアは2日、と、チーム所属メンバーのうち1名が、新型コロナウイルス感染症の検査により陽性判定を受け、と発表した。今シーズンのセリエ A はダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、非判定を受けた選手の名前は明らかにされてない。感染拡大予防のプロトコルに従い、と、チームに対して、隔離措置が取られているとことだ。現地時間3日夜には、セリエ A 第25節の試合、ジェノアとのダービーマッチ開催が予定される。サンプドリアのメンバーは2日夜に、再度の PCR 査を実施しており、プロトコルに定められた合開始の4時間前までに結果が判明する見込みだとされている。セリエ A では、トリノで、選手8名、染めのクラスターが発生し、2日に予定されていた、ラツィオ戦が中止となった。ジェノバダーの開催も不安視される状況となったが、チ・カミ・セコロジックスは、サンプドリアで、クラスターが発した可能性は、低いとして、試合開催への影響、ないという見解を示している。両。